パーパーって言って、パーパーって、パーパー、パーパー、パーパー、あー、スマホ、パーパーって言って、パーパーって、ママには内緒だ、パーパー、パーパー、パーパーって言ってよ。パパパパパラポパパパパパパパラポパパパパパラポパパ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 パひげ脱毛通って2ヶ月ぐらい経ったんですけど、明らかにこう寝起きのひげが薄くなってるんですよね。これ寝起きひげ剃ってない状態でこれなんですよ。薄くなってるよな、明らかに。この前鬼滅の刃の見に行ったっていう動画上げた時にコメントで、ひげがないからパパって気づかなかったんじゃないっていう、ひげイコールパパの認識なんじゃないってコメント来てたけど、そうなの？ひげがパパ、パパひげ、あー、スマホ、ヒゲがパパなの？パパヒゲ？パパ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 パ、ちゃんと鳴らしてくれんのありがとう、日常に BGM をつけてくれて今朝さ、パパって言ったよ。嘘、パンパって嘘パンパって言ったよ。嘘、嘘で喋るわけないやん。パパって言ってねって言ったら、おお、パンパってそんな間抜けに言うたんパンパ、やっぱね、破裂音って難しいからゆっくりになっちゃうな。パンパって嘘やん。え、嘘やろ。パンパ、そんな言うわけないやん。まだあーあーうーでやんなほら、言ってみな。パンパ、パンパ、パンパ、うわしか言わへんで。え、ママって言ったの。いや、ゾッとした今。なんか映画見てるみたいだった今。ママもう3ヶ月前から言うよ。ここはとんでん返し系の映画見た感じのゾッとした怖さがあった。ママってどうやって言うの？ママ。一緒じゃねえか。言わないでしょ。ママレードボーイから言うて。いや、むずい。ママだよ。めちゃくちゃむずいところから。ママレードボーイ。ゲーム買っていきなりさ、一番難しい難易度でやるやつ。言ったの？ママって。ママって。かわいい名前。ママミーヤーも言うたな。マリオじゃん教えてないのにな。さあ、どっちが先に言うか。いや、どっちが先に言うかな。じゃあパパはずるいねん。なんで？破裂音やから。好きやん。好きだけどさ、どっちの方がさ言いやすいんだろうね。パとマって、マじゃねって思うんだけど。いや、だってモアみたいなこと言うじゃん。モーみたいな。
ピプペポで笑うやろ。パピプペポで笑うけど、パピプペポってむずいんじゃないか、口の形が。パッパッパッ。ご飯はまあ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 って言うもんね。そう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 。普通の家庭はお母さんがずっとな、うん、一緒におることが多いやろうから、自然とママって言うけど、仕事はママママママパパパパママパパ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 ママ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 パパ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 ママ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 パパ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 ママママママ。頭おかしくなる。どっちを信じればいいんだ。パマかな。パマ。おじさんって言い出したりして、怖い怖い怖い。いつものおじさん、おじさんって屋根裏のおじさん、怖い怖い怖い。いつも遊んでくれるんだ。いや怖い怖い。パラサイト。家住んでんじゃん。いや楽しみだな。まあ当分先だけどね。まだまだ先だ。初めて喋る言葉が気になるな。確かに、うん、何でも嬉しいわ。でもうん、なんだろう、最近南語喋り出したな。南語、うん、なんかあー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 みたいな、あーなーみたいな、うん、まあ明らかにこうあの意思を伝えるようになったよね、あの自我を。そうだね、自我が芽生えたね。そうそうそう、あのさ、この前のさマクドの生放送の時もさ、うん、あーってさ、あね、あのね離乳食、そうね、止まったタイミングとかで、うん、早くくれみたいな、うん。ママ納豆。何何。ママ納豆。ママ豆腐。何それ。好物はぶつけた。ママ納豆じゃ、甘納豆だったらこれ。ママ納豆。ママ豆腐。アンパンマンの席かな。そうかもね。こいつには勝てん。歌詞もかまってくれてきた。歌詞って言ってたもんね。あ、お前か。もしかしてお前に先取られるか。量産型、量産型かもしれない。一番難しい。はい。以上パパママ論争でした。楽しみ。She goes outside.